ビアキンのリンク、本当に厄災になるに対する曇らせ体の反応集。ゲームの想定されてる手あろう仕様でこんなのできるならそら最悪よ。なんかジブリのラピュタとかナウシカみたいな砲撃音がしててくさー。シューティングゲームかな？メドウレプリカ来たな。メドウより高性能だろこれ。厄災の目視録やればわかるけど大規模空襲がメインのメドウとは本質的に役割が違うからなんとも言えん。一番怖いのはメドウか腹部のハッチが開いたらこれが何百とわらわら出てくると考えた場合、そりゃ勇者が何百人も射出されて襲いかかってきたらガノンだろうが英傑たちだろうがちびって泣きわめくわ。それやったらエメンがエンディング F すぎる。航空空母か。バリア機能も存在しているから誤爆しづらいだろうし、バリア発生装置は四隅にあるから中央部分は無敵。万が一バリア解除されたとしてもその時点で攻撃はし隅へと分散しているから発艦時には兵士の非撃墜率も下げられる。うまいこと考えてあるなぁ。さすがに火力が違いすぎる。目視録でメドを使うとわかるけどボタン一押しで一瞬で数百ボコブリンを灰にするからな。ナボリスとメドがめちゃくちゃ高性能。追尾台車で稼働放題かいい発想してるなぁ。やってることが航空優勢取った後の攻撃ヘリ。自動で追尾してボカーンで笑い止まらんくなった。SE がゼルダのそれじゃないんよ。ば、メドウの BGM バックに流したらいい感じになりそう。ゾナウギアでこういうのできないかなとか思ってはいた。本当にできちゃうのか。前戦車作ってバズった人も翼改良して爆撃機作ってたり、時代は地上での剣や弓から航空戦一方的になったということか。火力は下がるけど小型化して機動力は上がったメドウ。量産型キタナリーバルのマウント要素が消えてしまった。エアリアルごっこだってできちゃうぞ。これが古代文明、禁じられた力。まああのガーディアン作り上げた古代シーカー文明の親だと考えたら妥当なラインではある。見た目タワーディフェンスなのにオフェンスしとる。自分一人じゃどれだけ強くても戦争には勝てないと100年前悟ったリンクが実験できる力を手にして出した答え。一般兵にも爆撃機や戦車があれば犠牲を減らした上でボコブリンたちは一方的に倒せるし、英傑たちにも護衛としてレーザー乱射するやつとか脱出のおとりとして戦えるものがあれば、という思いのもと作ったのかもしれない。ゼルダやったことないけどこういうゲームだったんだな。ガノンがガーディアンに負けた理由ってこれだろ。魔王ガノン、怒りのスーパーハカー転職宣言。ガーディアン VS 戦車&爆撃機の決戦ちょっと見たいかも。やればやるほどロボゲーとカスゼルダゲームの基礎からしっかり作られてるはずなのに、プレイ画面が常にシュールな絵面になるの謎のゲームすぎる。生身の戦闘力はともかく総合力は100年前を上回ってるかもしれん。体動かしていればなんとかなった。100年前とは状況が違うから頭を使うようになった結果、新たな厄災が誕生した。ゼルダってこういうゲームだったんだ。ブレワイからやってみようかな。扇風機と扇風機が重なってるけど、扇風機って扇風機の風通すのか？扇風機の直列つなぎは風を通すし、より強い風が出るよ。これティアキンの次回作はこのリンクが作ったロボが事件の原因だったりしない？厄災に勝つに必要なのはすぐ壊れる大魔の剣も100年使ったらいなくなる封印の力でもなく圧倒的な火力だと気づいたリンク。神獣なんていらなかったんや。まあこれ数百機、数千機と神獣一体なら神獣のが強いが、そこら辺がかろうじてファンタジーバランスなのか？神獣は小型機を大量格納できるからな。同時運用でさらに輝くので不要論は意味がないんかいめ。扇風機の軌道は枝で叩けば起動するから、事前に大量に殺戮兵器作っておいて町や平野に侵攻してくるボコブリンやモリブリンは一般兵の爆撃機。戦車で一方的に爆殺させ、大物は神獣レーザーで撃破するし、英傑たちには自動レーザー防衛機能で守らせる。リンクはガノンとか超大物をおもちゃにすればいい。完璧な布陣だ。マスターソードを駆使させたのはガノン最大の失策だったか。でもこうやって自動化進めていくと100年前みたいにまたハッキングされないかとめっちゃ不安になる。バッテリー切り出てそのないテイマルシ兵器兵器。大丈夫？不思議正気パワーでバッテリー無限とか起きない？考え方が86のやつ感ある。
地面から無限に出てくる古代エネルギーと違ってゾナウは鉱石加工しないとエネルギーにできないから。ヤックデカルチャー。こんなにかっこいいのに一部しか持たないんだよねこのバルキリー。海賊を戦闘ヘリで征伐する騎士の鏡。俺始めたばっかでさ、第二車輪つけて扇風機つけても動かねえのかよプンスカやってたのバカみたいじゃないですか地上の移動じゃなくて航空戦力のための扇風機だったんだね。車輪がある場所って大体一緒に棒があるだろそっちに車輪をつけてその上に板を乗せれば扇風機で走るぞ。あれ、俺はゼルダの伝説を買ったはず。何これ、何これ。蛮族薬剤からインテリ薬剤へ。文明を手に入れても思考は相変わらず蛮族なのが恐ろしい。明確な敵がいるからね、しょうがないね。知らないゾナウ文明が悪い済んだこと。武器強化の原材料になるおかげで敵を倒すインセンティブが増えたからね。薬剤の目視録だと最終的におとなしくなった怨念ガノンを従えるようになるから魔法ことなき薬剤。こういうのの自動追跡放題って何使ってんだ追跡台車なのか俺のまだ見ぬギアなのかゴーレムの頭ってやつ。サンクス知らないギアだったわこういうの作ってみたいしよりどうばかりしてないで一回世界を回り切った方がいいのかもしれんな。なんが一番ひどいってブループリントがあるからゾナニウムが尽きない限りどこでも何度でも即製造してくるんだよこの蛮族。ラピュタでロボット兵が飛行戦艦撃墜するシーンを思い出したわはっは。見ろ人がゴミのようだはっはっはっは。知的な蛮族。初めの頃でも俺には作れそうもねえなって作品あったけど後半のゾナウギア取得したり技術の向上によりいよいよ変態ロボ作る人が増えてきたな。言うて兵器としてはガーディアンの方が完成度高いしこの程度なら納得なんだよな。今考えるとあの着弾速度であの威力の引き玉を打ちながら段差だの坂だのを走る波の速さで動くガーディアン量産してるのやばいよね。ダーシのおかげで対応できる地形も多いし、拡張性もあるし量産兵器としてはこれ以上ない出来だよな。作る側になってわかる失われたシーカー族の技術力の高さなんだかんだで今作もいいが弾の面々がゾナウの力なしでゾナウギアを使い熟してるし腐ってもシーカー族として技術力高いよね。昨夜見つけた祠が自動追尾台車とトゲ板とかをスクラビルド推奨してた。こうやって兵器が生み出されていくのか。ロケットでしか移動受け付けない足場とかどうしたらいいんだこんなもんと思ったけど空中固定自動照準砲台とかいうやたらえぐいもん作れると気づいてちょっと引きましたよ私は。戦争は変わった。戦争は変わった。本来ならブレワイも100年前にメタルギア4体揃えてぶっ潰そうぜって計画だったんだがな。ソラガノンもハッキングに全力やわな。ラピュタが襲ってくるようなもんだしな。できるならムスカみたいに乗っ取るのが最善まである。こんな感じのに何十回もボコられたんやろうな。生前のお言葉、ガノンアリが何匹雇用がたやすくひねってやるわ。最近のゼルダはシューティングゲームモードもあるのかすごいな。北斗の剣ごっこもできるぞ。時をかだってアーウィン出せる。古代文明に触れて、優れた発想で殺戮ドローンを作ってくるの怖すぎる。ロボット作り結構むずいんよな。一回作っちゃえばブループリントで一発よ。石がもったいないからあんまやれんが。ガノンホマレはどこにある？ホマレは敗北ルートに入る前に死にました。お前腕ごとがおったんやぞ。まあスカオで初代ガノンがゼルダとリンクを始末できなかったのがね。あそこできっちりしておけば、今6でもない目に合わなくて済んだのに。ガノンだから封印しとけと。勇者様の戦い方じゃない。いやいや、まだキングスカッシャーもユーパラディンも友人丸も作れてませんよ。異星人の新薬みたい、悪役の作るマシン、こんなん出てくるとかよも末だ、ゲーム世界観的に末だったな、とか皆の反応も面白い。ふ。これからは平気だよゼルダ姫、大砲の前には剣も魔法も無力だ。やはり万有。万有は全てを解決する。トライフォースの力など必要ない、暴力悪知恵そして万有さえあれば全てを解決できる。エルデンリングかと思ったらアーマードコアだった。発売直後は戦車だったのに数日で航空機に進化してるんだよね。怖くない？が誰がてめえなんか。てめえなんざ強かねえ。
別ベクトルだけど初日で二十数分でガノン討伐もされてるし変態は怖い。ELDENLING にアームは D カミングアウト RE メカを持ち込んじゃったか感じか、最高だな。ここまでの力持ってて命かけなきゃガノン一人封印できなかったラウルとかいう無能。ハイラル王ならガチャ無料だろうしバッテリーも大量に作れるだろ。飛行砲売ってる暇あったらゾナニウムとゾナウギア集めてろよ。ここにもコピペしてんのか。真似してやろうとするじゃん。物理演算や重さの影響もあって、デコった時間より大破するまでの時間が早いっていう。序盤でトロッコやイカダを作って乗り損ねたり、動かない人結構いると思うの。最初はそう思っただけど、だんだん速くなってくるから脳活性化してんなと思う。つまりゼルダは認知症の治療に効果があると?全国でガノン討伐に名を挙げるジジババが群がる素敵な光景。斧やハンマー装備してるのを忘れたまま扇風機起動しようとして木製マシンを粉砕したやつを言う?はい。どうしよう。何なら空中でそれやって落下死したわ。一から村へ行く時の機会にやったわ。あんまり仕様わかってなかったし攻められたから、畑って言ったのお前じゃん。ってなった。ガノンドロフがマッソとリンクの腕をダメにしたのって、ゼルデン史上一番のやらかしでは。つっても最終的にはすごい剣プラスただのフィジカルとテクニックに圧倒されてやけくそ優化する羽目になるんだから、やるべきはマスターソードの完全破壊か、二度と戦えないように死をもぐくらいしかないっすね。ラウル君の両手足は私のもので補填しておいたよ。ラウルが最大の MVP すぎる。ゼルダって自分で兵器を作る系のオープンワールド戦争ものだったのか。そりゃ人気出るわ。おばばがやってた頃のゼルダは剣と盾で石を吐くタコをぶん殴ったり鶏をぶん投げたりしてたんじゃがの。昔は弓矢に爆弾つける程度の工夫だったはずなのに。わい頭が悪いのでこういうクラフト RPG が苦手で触手が動かない。上手い人のクラフトしかクローズアップされないけど、基本的に丸太繋いでロングロング橋にしてゴリ押しすることがほとんどだよ。あとは下手くそように自動設計図やほぼ完成型が転がってたりする。マリオのスーパー変態プレイだけを見てマリオってこんな難しいのか、Y には無理と思ってしまうのはもったいない。ゼルデンってファンタジー世界じゃなかったのか。ゾナウを宝島か何かと勘違いしてるのかね。ゾナウはかつて天空にあって世界を支配した恐怖の帝国だったのだ。騎士の姿か?これが、ハイラル王国航空騎士団だぞ。追尾台車で敵倒す祠とか車作って敵引いたり大砲で吹っ飛ばす祠がくっそ楽しくて戦車作ってたけど、毎回材料ガチャするのめんどくさいなぁ。ってところで覚えたブループリント、クリアそっちのけで地下で石集めてるわ。電池の持ちが悪いのが欠点。全部ガノンドルフのせいだよ。津島、ホグワーツ、ハイラルと、随分こういうプレイになれた。一昔前の、オープンワールドといえばアサシンだった時は結局力押しだったのに、今では植物や毒が手に入ればすぐに使うようになったし。何これ、何これ。スマブラでスネークと共演した時に色々教えてもらったのかな。マシン破壊されても戻れ小屋と俺ルーフで無法してくるのひどくない？乗り物を強化して戦うのは砂時計や汽笛でやってきたことだから、震え声。エンディング F はハイラルを見捨てない。ガノンって結局一回も復活してないでミイラになってたんだろ。じゃあその間に現れたガノンって何者なの？ガノンには怨念が怨念。これが悪知恵のトライフォースに選ばられし者。監視塔の悪魔の声クエやった後に軽い気持ちで探索してたら魔王の石碑出た時の絶望、長すぎてなんか変だと思ったらこれだよ。薬剤殺意に対して殺意で返しただけだし。さすがにネタバレしてくるやつも出てきたなぁ。ガノンラウルの勇気武器希望も大したものではん。前作で馬乗って歪まえてたのが続編でこんなになるとは誰が予想できたか。ラウルは昔プロビデンスゴーレムでガノンと戦ったんだよね。見てください姫、あのゼルダロボが今やここまで。アーマードコア6の PV で見た地獄なんよ。